皆さーん、こんにちは。つみです。今日のクラスは、体力をつけ、免疫力を強化していくというのをテーマに始めていきたいと思います。いつもと違って準備体操系のクラスになります。肺と心臓を強化していくというところにフォーカスをしていきますので、ちょっとね、あのー、心拍数を少しだけ上げていきますけれども、一緒にやっていきましょう。 それでは、お水をしっかりと取ります。取ってない方は動画一旦停止してお水しっかりと取ってください。取り終えたら、準備していきましょう。えっと、部屋用のシューズを履いてもらってもいいですし、まあ、そのまま裸足とかでもできます。裸足の場合は、マットをね、しっかりと引いていきましょう。靴下は履かない方がやりやすいかもしれません。それでは、 まずは足首からいきます。右の足首をぐるぐる回していきましょう。呼吸は自然です。右足首をぐるぐる動かしていきます。反対側、左側、足首を動かす。呼吸は自然です。そしたら、動きを止めて、 両手を指と指を組んだら手首回していきましょうぐるぐる手首回していきます反対回し動きを止めていきましょうそしたらアキレス拳、ふくらはぎ、膝の裏 太ももの後ろ伸ばします。両足を揃えて立っていきましょう。そしたら右足を一歩後ろに引きます。軽めでいいです。つま先とかかとをまっすぐにしてください。少しバランスをとっていきます。左足を少しずつ前に出していき。右足のかかとが浮かないように、 ちょっとずつ左足を前に出していきます。ちょうどいいところで動きを止めて、左の膝を曲げていきましょう。つま先よりも左膝が前に出ないように気をつけてください。右足の小指側に体重がかかりやすいので、右足の親指側を意識しながら重心をかけていきます。 右足の太ももに力入れて、アキレス腱、膝の裏、太ももの後ろを伸ばしていきましょう。上半身をしっかりと伸ばしてください。前に倒したり、腰反りすぎたりしないようにしっかりと上半身を固定させておきましょう。では、右足一歩前に出して反対足いきます。両足を揃えたら、 今度は左足を軽く一歩後ろ引いて、つま先とかかとがまっすぐです。大丈夫であれば左足を一歩ずつ前に出しましょう。左足のかかとが浮かないように、右足を少しずつ前に出していきます。ちょうどいいところで動きを止めたら、右の膝を曲げていき、左足のアキレス腱、ふくらはぎ、膝の裏、太ももの後ろを伸ばしていきます。 左足の小指側に体重がかかりやすいので、左足の親指側を意識しながら重心をかけていきましょう。右膝、右つま先よりも前に出ないようにしていきます。上半身しっかりと伸ばしてください。前傾姿勢になったり、腰を反りすぎたりしないように気をつけていきましょう。では、 では、左足を一歩前に元に戻っていきます。そしたらこの後、腕を大きく動かしていきましょう。右足を一歩後ろに引いてください。そしたら右腕前から後ろに大きく動かしましょう。大きく回していきます。力は入れずに大きくしっかり動かしていきましょう。 腕は上げますけど右肩上げないようにしていきます腕が下がったら反対回しどうぞ後ろから前に大きく右腕を回していく腕の力を抜いてください肩は上げません あと一周。腕が下がりましたら反対いきましょう。左足を軽く一歩後ろに引いて、左腕を前から後ろに回していきます。肩は上げずに、腕の力を抜いて回していきましょう。 呼吸は自然です腕が下がりましたら反対回し後ろから前に腕の力は抜いて肩は上げずに左腕を動かしていきます 腕が下がりましたら動きを止めて両足を揃えていきましょう膝を軽く曲げて両膝右側から回していきます反対回し動きを止めていきましょう 腰心拍数を上げていきます。足を閉じてください。そしたら両手は骨盤のところに。骨盤のところじゃなくてもいいです。その場でジャンプします。足首のクッションをしっかりと使ってジャンプしていきましょう。 動きを止めていきますそしたら今度は両足を閉じたり開いたりしていきます両手は骨盤のところへ足は閉じておきましょうそしたらグーパーグーパーですせーの はーい、動き止めましょう。呼吸は止めないようにしていきます。そしたら今度両手もつきます。両手もグーパーグーパーですね。じゃあ両手を下げていきましょう。パーからいきます。せーの。動きを止めます。 そしたら今度は足開くときに両手は頭の上になります。ちょっと難しいかもしれませんけれども、一緒に行きましょう。呼吸はほんの少しだけ上がってると思います。自分でしっかりコントロールしてください。じゃあ行きましょう。グーから行きます。せーの。 深呼吸します口から吐いてしっかり深呼吸してください呼吸を自分で整えていきましょう足幅を開きます そしたら、右腕上げて左側吸って戻る。吸って左腕上げて吐いて、通す。吸って戻って、吐いて下ろします。吸って右。吐いて左。吸って戻って、吐いて下ろす。吸って左。吐いて右。吸って戻る。吐いて下ろす。繰り返します。 呼吸と動きを合わせます少しリズミカルに動いていきましょう真横に倒れていきます胸を開いて真横 あと一回ずつ。はーい、では前後に行きますね。吸って伸びて、吐いて前屈。吸って伸びる。吐いて前屈。吸って伸びる。吐いて前屈。 吸って伸びる。吐いて前屈。吸って伸びる。吐いて前屈。吸って伸びる。吐いて前屈。吐いて下ろしましょう。足閉じていきます。そしたら、もう一回、心拍数上げていきますね。ちょっと長めに。 していきますので呼吸止めずにお願いします。まずはジャンプからです。両手、腰のところ。足を閉じて足首をしっかりと曲げてクッションを使ってください。足の音をバタバタ、音を立てないように降りていきましょう。じゃあ行きます。呼吸は自然に止めないようにしましょう。せーの。 Okay、ー呼吸を整えたらグーパーグーパーです。30回ほど言ってますからね、2、30回ぐらいですけど頑張りましょう。では行きまーす。グーから。せーの。 マットとかもねもし曲がっていたら直しましょうそしたらこの後はグーパーグーパー両手つけますじゃあ行きましょう呼吸大丈夫ですかしっかり呼吸してください止めないように じゃあ、グーからいきましょう。せーの。今度、上。はい、折ります。深呼吸。 口を開き、左右にねじっていきましょう。肋骨の筋肉を緩めてください。両腕はぶらぶらしていきましょう。顔の向きを変えてもいいですけれど。顔の向きを変えると、目がくらくらしてしまう方もいるので、基本的には正面向けます。 肋骨だけ動かしていきます。ここの肋骨の筋肉をしっかりとねじっていきましょう。骨盤はあんまり動かさない。骨盤はあんまり動かさずに、肋骨だけ動かします。あともう少し。では、ゆっくりにしましょう。 最後は動きを止めていきます。足閉じていきましょう。深呼吸です。 腰が下がりましたら、お尻を下ろして座っていきましょう。両足を伸ばして、頂上です。背中後ろに倒しますので、後ろのスペース十分空いているか確認し、ゆっくりと背中倒していきましょう。腕を下げて、最後脱力。 体全体の力を抜いてくださいゆっくり呼吸しましょう それでは、少しずつ意識外の方に戻していきましょう。両足、開きすぎている方は閉じて、頭から足までをまっすぐにしていきましょう。右の膝を曲げて、右膝、右胸に近づけ、両手は右足を抱えていきます。指と指をしっかりと組んで、腕の力を借りて、 右足の太ももとお腹を近づけ右膝と右胸を近づけていきます。呼吸は自然です右足のお尻から太ももの後ろを伸ばしていきましょう腕の力を借りて右足の 太ももとお腹、右膝と右胸を近づけていきます。両腕を緩めて、右足そのまままっすぐ上に向かって伸ばします。両手は太ももの後ろで指と指を組んで、その両手のひらに、右足の太ももを預けていき、右肘を両方とも伸ばしていきます。 右足のつま先と右膝のお皿がまっすぐ正面向いているか確認。右足首を曲げてかかとを上に押し上げ、右足の太ももに力を入れて右の膝を押し上げて伸ばしていきます。右足のつま先、反って力入れすぎていないか確認してください。足首緩めて右膝を曲げて、 両手を離し、右足丁寧に下ろしていきましょう。反対です。左の膝を曲げて、左膝と左胸を近づけ、両手は左足を抱えていきます。指と指を組んで、腕の力を借りながら、左足の太ももとお腹を近づけ、左膝と胸を近づけていきましょう。 肘内側に入れて肩は力抜いてください。腕の力は借りていますが、両肩はリラックス。呼吸は自然です。右足の太ももとお腹、右膝と右胸を近づけていき、あ、ごめんなさい。左足の太ももとお腹、左膝と左胸を近づけていき、左足の お尻から太ももの後ろをしっかりと伸ばしていきましょう。では、両手を緩めて、左足、このまままっすぐと上に向かって伸ばします。両手は太ももの後ろ、指と指を組んで、その両手の平に左足の太ももを預け、両肘を伸ばします。左足のつま先と膝のお皿がまっすぐ正面向いているか確認。 左の足首を曲げて、左足のかかとを押し上げ、膝の裏をしっかりと伸ばしていきます。呼吸は自然です。それでは、左足の足首緩めて、左膝を曲げ、両手を離して左足を伸ばしていきましょう。脱力です。 それでは、両膝を曲げていきましょう。膝をしっかりと曲げて、つま先かかとくっつけて、お尻を持ち上げ、腰を下げてください。両手は頭の後ろで指と指を組んで、肘を外に張っていきます。両肘マットに下ろしていきましょう。両足をしっかりと閉じ、この足が開かないように、 膝がずれないように気をつけていきます。それでは、両膝を右に倒しましょう。顔の向きは左、ねじります。上の足で下の足を押す。外側の太ももと外側の膝をマットにつけていきます。吸い気で、膝と顔が真ん中、足を揃えて戻します。吐きながら、両膝左、顔は右、ねじります。上の足で下の足を押す。 吸って膝と顔が正面。足を揃えて戻しましょう。吐いて両膝右、顔の向きが左、ねじります。上の足で下の足を押す。吸って膝と顔が正面。吐いて両膝左、顔は右、ねじります。上の足で下の足を押す。吸って膝と顔を真ん中に戻す。 吐いて両膝右顔左ねじります。吸って真ん中。吐いてねじる。両膝左顔は右ねじります。吸って真ん中。吐いてねじる。吸って真ん中。吐いてねじる。 吸って真ん中、吐いてねじる。吸って真ん中、吐いてねじる。吸って真ん中、吐いて腕を下げ。足を伸ばしていきましょう。両足が伸びたら脱力です。 呼吸を整えていきましょう。両手頭の上に万歳です。気持ちよく伸びて。脱力。腰を下げていき。かかととお尻を2。二三十センチほど伸ばしてみてください。 それでは、この両膝を外側へ倒し、足の裏を合わせていきます。合成器。両足の膝、太もも、お尻、太ももの付け根を緩めていきましょう。腕と肩もリラックスです。優しく目を閉じ、そのままゆっくり呼吸続けてください。 両方のお尻に均等に体重をかけてお尻の硬さを取りましょう。両足の内太ももや股関節、力を抜いてください。呼吸は自然です。 それでは、少しずつ意識外の方に戻していきましょう。両腕を下げていきます。足が重たく感じるので、両手でサポートしてもいいです。両膝をゆっくりと閉じていきましょう。膝が閉じたら、足を片方ずつ伸ばし、両足の力を抜いて脱力です。 両膝を曲げて、体の向きを、右に倒して横向きにしましょう。体を支えて、上体をゆっくりと起こしていきます。起きれたら正面向いて、足クロスした形で座ってください。膝をなるべく外に開いていきましょう。両手膝の上、優しく目を閉じていきます。 背筋を伸ばしていきましょう。鼻から息を吸って、吐いて頭を下に下げていきます。吸い気で顔正面へ、頭後ろに倒し、喉元伸ばしましょう。顎を上に突き出していく。吐いて正面、頭を下に下げていきましょう。 吸って顔正面、頭後ろに倒し、喉元を伸ばします。吐いて顔正面に戻し、下に下げていきましょう。背骨をしっかりと伸ばしておいてください。吸って顔正面、頭後ろに倒し、喉元を伸ばします。吐いて頭を下げていきましょう。 何回か繰り返します。皆さんのペースでどうぞ。吸って正面、頭は後ろ、喉元伸ばす。皆さんのペースで繰り返していきましょう。呼吸と動きを合わせていきます。首から上の動き、背中を丸めたり、反らせたりしないように気をつけていきましょう。 次の水域で顔を正面に向けて、息を吐きます。水域で背筋を伸ばして、吐いて頭を右に倒しましょう。吸って顔を正面に、吐いて頭左へ倒します。吸って真ん中、吐いて右、首から上の動き、 吸って真ん中、吐いて頭、左に倒していきます。吸って真ん中、吐いて右。吸って真ん中、吐いて左。皆さんのペースで呼吸と動きを合わせていきましょう。吸う息からどうぞ。体を左右に揺らさない。 呼吸に動きを合わせてください。通域で真ん中に戻ったら、吐きながら頭を下げていきましょう。 水気で頭、右側から回し上げて、ゆっくりと。吐いて頭、左側に回し下ろす。吸って頭、右側から回し上げて、ゆっくりと。吐いて頭、左側から回し下ろす。ゆっくりと。吸って、上。 吐いて、下。頭が下に下がりましたら反対です。吸い気で頭、左側から回し上げて、ゆっくりと。喉元も伸ばしましょう。吐いて頭、右側から回し下ろす、ゆっくりと。吸って、上。 はい、回転した。もう一周から行きましょう。頭が下に下がりましたら動きを止めて、息を吸いながら顔を正面に、息を吐きましょう。それでは、両手お尻の隣へ。 吸いながら右腕高く上に伸ばし、吐きながら左真横へ倒して、右側面を伸ばしていきましょう。ぐーっと気持ちよく伸ばしていきます。右膝上がらないように気をつけて。息を吸いながら上半身真ん中に戻して、息を吐きながら右腕を下げる。息を吸いながら左腕を高く上に上げて、 息を吐きながら上半身右真横に倒していきましょう。左の側面ぐーっと伸ばしてください。気持ちよく伸ばす。吸って上半身真ん中に戻して、吐いて左腕を下げていきます。吸う息で右腕高く上に上げて、吐きながら上半身左真横へ倒す。 右側面ぐーっと気持ちよく伸ばしてください。次の吸う息で上半身真ん中に戻して、次の吐く息で右腕を下げる。次の吸う域で左腕高く上に伸ばして、吐きながら上半身左、ごめんなさい、右真横へ倒す。左側面ぐーっと伸ばしてください。気持ちよく伸ばす。吸う息で上半身真ん中戻して、 吐きながら左腕を下げます。あと一回ずつ。吸って右腕上げて。吐いて上半身左真横へ倒す。斜め上にぐッっと伸び押してみてください。右側面伸ばしましょう。吸い気で真ん中。吐きながら下ろします。吸い気で左腕高く上に上げて。吐きながら上半身。 右真横に倒し、左側面を伸ばしましょう。吸って真ん中、吐いて下ろします。両手体の前に、両手を前に伸ばして前屈しましょう。ゆっくりと、外太もも、お尻伸ばしていきます。両手できるだけ前に伸ばし、おでことットを近づけていきましょう。 肩肘緩めて脱力です。吸い気で上体を元に戻し、一度息を吐きます。手前にあるかかと遠くへ、遠くにあったかかと近くに置き、膝をなるべく外に広げて同じ動きです。両手前に前屈していきましょう。両手できるだけ前に伸ばしていき、お尻と外太もも。 伸ばしていきます。肩肘を緩めておでこマットの上に近づけていきましょう。呼吸は自然です。 それでは、上体をゆっくりと起こしていきます。起きれたら一呼吸。両足を伸ばして長座になりましょう。背中を後ろに倒していきます。後ろのスペース十分ある価格に、ゆっくりと体を倒していきましょう。 腕を下げますが、手のひらを上に向けて、両肩はリラックスです。呼吸を整えていきます。それでは、足開きすぎている方は閉じて、右の膝を曲げていきましょう。右足、左膝の上に置き、 左手、右膝、右腕、真横に広げて手のひら上に、右膝を左遠くの床をめがけて倒していきます。遠く、遠く、遠く。右膝と床をなるべく近づけできたらくっつけていきます。左手は右の骨盤下を固定しましょう。左腕脱力。右胸広げて、右脇広げて、右肘を伸ばして、 しっかりと呼吸を続けてください。それでは。 ゆっくりと元に戻していきます。腕と足を下げていきましょう。体の線を整えて。反対いきます。左の膝を曲げて、左足右膝の上に置く。軽くです、軽く。右手は左膝、左腕真横に広げて手のひら上に。大の字です。左膝を遠くの右床めがけて倒していきます。 遠くの右床。膝と床を近づけ、できたらくっつける。右手は左骨盤の上、もしくは太もも膝上でもいいです。骨盤下を固定。右腕脱力。左胸と左肩を開き、左の脇を広げて左肘を伸ばしていきましょう。呼吸は自然です。 ゆっくり呼吸してくださいそれでは元に戻っていきましょう腕を下げお尻の位置を整え 両足を伸ばして脱力です優しく目を閉じ体全体の力を抜いてください鼻の呼吸に意識を向けていきましょう それでは、少しずつ意識外の方に戻していきましょう。両足と指先を動かしていきます。動きを止めて、両膝をしっかりと曲げていきましょう。右足のふくらはぎを左膝の上に乗っけて、右足を脱力します。 右足少し揺らしながらほぐしましょう。足の重さで右足のふくらはぎをほぐします。動きを止めて右足を下ろし、左足のふくらはぎを右膝の上に乗せて脱力。 左足を少し揺らしながら、左足のふくらはぎをほぐします。動きを止めて、左足を下ろし、体の向きを右に倒して横向きにします。 体を支えて上体を起こしていきましょう。起きれたらあぐらの姿勢で座ります。膝をしっかりと曲げていきましょう。両手が膝の上、優しく目を閉じていきます。 呼吸を整えていきましょう。両手、胸の真ん中に合わせて合唱です。皆さん今日もこの時間のクラスに参加していただいてありがとうございました。 肺と心臓を強化して免疫力を高めていく、体力をつけていくっていうことはすごく大切だと思います。ちょっとね、心拍数上げていきますけれども、ひいひいぜいぜい言うほどではないですので、ちょっとずつね、あのー、リズムを作りながら動かしていき、肺と心臓をね、少しでも、あのー、強化して、いろんなものから自分自身の体を自分で守っていきましょう。 この時間が皆さんにとってとってもあの有意義な素敵な時間であったら嬉しいなと思いますこの後もどうか素敵な時間をお過ごしくださいそんな願いを込めてナマステ